エルネスト・ファネリはフランスの作曲家。イタリア人の家系に生まれ、1912年に彼の公共的絵画、タブローズ・シーム・ファニークが初演された際に印象派の起源をめぐって議論を巻き起こしたことで最もよく知られている。ジョージアン・タイルは、ファネリが発想力と音楽の印象を打破したという意味で史上最も偉大な人物の一人であると断言していたが、 彼は世に知られるままとなっている。ファネリは、イタリア、ボローニャからパリに移住してきた家庭に生まれた。彼は1876年から数年にわたって、パリ音楽院で学んだが、教授人に行くことを唱えたことで、退学処分となる。彼が音楽院で、アルカンについて学んだというのは誤りである。なぜなら、アルカンは1848年に、音楽院の職を辞していたからだ。 しかし、彼が当時音楽院で、ソルフェイジュの教授をしていたアルカンの弟のナポレオンに学んだ可能性はあるだろう。ドリーブの下で音楽の勉強を再開するまで、彼はティンパニ奏者として働いた。ここでも、今度は資金難により学習を完了させることができず、再び打楽器奏者としての仕事に戻った。彼は独学での作曲の勉強を続け、作品を創作し始めるようになる。 1912年にファネリは社府職人としての職を求めてピエルネに自分のしっかりした手書きの見本として作品の走行を見せた。しかしピエルネはその作品自体に興味をそそられることになる。それはファネリが30年近く前に作曲したと説明する自作の公共的会がタブロウズシームファニークであった。 ピエルネはその作品がドビュッシーのその頃の作品を予感させるような、求心的な音楽的革新の証拠となることを見出したのだ。彼は公共的絵画の最初の部分であるテーベテーベを編曲、演奏し、音楽雑誌にセンセーションを引き起こした。ピエルネは、その後、ファネリの他の作品もいくつか演奏している。ドビュッシー自身もファネリの作品を見て、 特別な印象を抱いている。それは、ファネリが、鋭い音楽的装飾の感性を持っているという、ものであるが、同時にそれは、そのように極端に、細かい書き込みをしなくてはならなくなっている原因であり、そのせいで、彼は、方向性を見失っているというものであった。ファネリは、公共的絵画を作曲するインスピレーションを与えた、小説、ミイラ物語レロマンデラモミエを執筆した、 テオフィル・ゴーティエの娘のジュディス・ゴーティエの援助を受ける。ゴーティエはその曲の詩的な演奏会を講演し、さらに彼が自作の編曲を行うために必要な資金を提供した。セラフィタセラフィタスセラフィタセラフィタスの特別演奏会は彼女が手配したものであった。ファネリ自身は新たな名声を資金源とすることはできなかった。 彼はよく知られるようになる前の1894年に作曲を断念しており、以降創作を再開することもなければ、しようともしなかった。彼は妻と子を支えるために演奏家としての仕事を継続し、数年後にこの世を去った。公共的絵画がラベルやドビュッシーに先んじた革新的作品だったため、二人の一方、あるいは両方がその走行を目にしていたのでは、 ないいかという憶測があるラベル自身はこう述べているこれで彼の着想がどこから来たものか分かった。ドビュッシーはこうした言われ方に非常に敏感になり自分がファネリの作品を聴いているように見られないよう不信したと言われている。エズラパウンドはレストランで座ってファネリがピアノで自作を演奏するのを聴いていた時ドビュッシーが入店してきたエピソードを思い出している。 ドビュッシーは、ファネリを目にするや、いなや、すぐにかかとを返して出て行ってしまったのである。ファネリの死後、彼の妻は、サティトラベル、ドビュッシーが3人とも作曲をする前に、ファネリ宅を訪れて、未出版の作品を研究して帰ったと主張したようで、ある。この言いがかり的主張は、ジョージ・アンタイルによって出版されている。アンタイルは、コンシュタンティン・フォン。 シュテルンベルクからファネリの革新的作品のことを聞き、未亡人のもとを訪ねて、彼の楽譜を調べたと述べている。アンタイルは次のように記している。私には、コンシュタンティン・フォン、シュテルンベルクの言うことが、ただ一点においてのみ正しいということをすぐに見抜いた。それは、ファネリの作品群が、技法においては、まさに、牧神の午後への前奏曲や、ダフニスとクロエだったということである。 そしてそれらは、ドビュッシー、ラベル、サティの作品を何年も先取りしていた。しかし、ファネリー作品は最初であるという長所がありながらも、二人の年少の作曲家の作品群のような才能を感じさせるものではないということも、私にはすぐに分かったファネリーを上流して、不滅のものにしたドビュッシーは天才だったのだ。しかしながら、このような話にことを唱える者もいる。 作家で批評家のミシェル・ディミトリー・カルボコレッシは、テーブの初演を聞いて公表した。善意のジャーナリストが言うように、この作品が語法と技法においてその時代において、先進的であったと私には、言うことはできない。また彼は、ファネリの、太陽の恐怖エる、イフロイ・ジュ・ソレイユを指して、おそらく安易な映画音楽を予期させることを含ませつつ、こう記している。 断頭台から切り落とされた首が跳ね、丘をどんどん転がっていったとしても、死刑執行人は無駄に追いかけたりはしないだろう。流れ出る血流が、景色一面を追い尽くしたとしてもである。ファネリの最も有名な作品である、ローマのミイランに基づく、公共的絵画、タブロウズシームファニーク D、アプレル・ロマンデラ・モミエは、テオフィル・ゴーティエのミイラ物語を描写した一連の絵画、 中の公共誌の一曲である。最初の部分のテーベはエジプトの首都を象徴するものと思われる。次の部分であるファラオの宮殿でのエンフェット・ダン・ルパレ・ジュ・ファラオンは王家の祭礼を表現しているが、1913年に演奏されながらも出版はされていない。他の曲も演奏されており、それらは演奏表や感想から知ることができる。知られているファネリの作品を以下に示す。 中釈役中、1845年生まれ、フランスの詩人、歴史小説家。カチュール・マンデスと結婚するもすぐに別れ、ワーグナーとの不倫を経て、ピエール・ロティと結婚した。出展 ABCDEF ・アドリアーノ、エルネスト・ファネリ、シンフォニック・ピクチャーズ、マルコ・ポーロ、P1 から4ローザー、WH2004、ニュー・グローブ・ニクショナリー・オブ・ミュージック・オンライン。 オックスフォードユニバーシティープレスベチーナリーベ・ベウィッツナップジュディス・ゴーティエライターオリエンタリストミューザ・コレチェストフェミニストハミルトン2004ピアニッシモ250 299 310ジョージアンタイルバッド・ボーイ・オブ・ミュージック1945ダブル・デイ P129 MD カルボ・カラシーアン・アン・ノン・ムシカル・コンポーザー・オブ・トゥデイ 銀座ムシカルタイムズ、ボリューム53ナンバー830、ピアニッシも225から6、ニューグローブ新音楽辞典の記述はほとんどすべてが、この記事を転居にしている。ありがとうございます。